宮城県有数の港町気仙沼市、早速観光案内所でコレうまグルメを探します。寒いです。気仙沼っていうとお魚っていうイメージなんですけど、はい、実はフカヒレとかホルモンも有名なんですね。気仙沼ホルモンってもうどちらも召し上がれるお店っていうのもありまして、このラーメンホルモン司さんっていう、はい、ラーメン屋さんなんですか。ホルモンは漁師さんのお昼ご飯として市内に広がったそうです。気仙沼二大名物が食べられるラーメン店、取材交渉の結果、いいですか、もう本当にありがとうございます。 OK いただきました。それでは気仙沼名物とご対面です。あ、ここですね、ラーメンホルモン司さん、入ってある気仙沼ホルモン味噌ラーメン、どうもこんにちは。ありがとうございます。味噌方見てくださって見てますよ。本当ですか。よく神田の先に似てるって言われる。言われるんですか。はい、うちの孫たちはアンパンマンに似てるどうでしょうか。美男子でしょうか。はい、美のアンパンマン美のアンパンマン19年前にオープン。麺は当時から変わらない自家製の縮れ麺で、その上に乗せるのはお待ちどおさまです。まるっと入ってますね、うん、気仙沼は世界でも有数のフカヒレの生産地。そんな気仙沼産のフカヒレを特製のあんで軽く炒めてトッピング、魚介だしの醤油スープにフカヒレの風味が染み込んだ一杯です。美味しいんです、細麺で。美味しい。びっくりするぐらい旨味が濃縮されてて、高級中華料理店にいるみたいな気持ちになります。めっちゃ美味しい。ちょっといいですだけ、すごい。もちろんフカヒレもいただきます。うーん、ね、味がすっごい染み込んでいて、このスープとの相性抜群。しっかりスープまで完食すると、お待ちどおさまでした。はい、うわ、キャベツ、味噌スープの上にはキャベツ、さらにホルモンを刻んで団子状にしたものが。麺との相性を考えてご主人が考案したオリジナルの一杯です。どんな味なんだろう。いただきます。これとんでもないもの作りましたね、ご主人。とんでもないの作ったんなんですよ。気仙沼の神田さんとしてこれからも。すごく似てますって言ってたけど。駅前でさらにコレうまグルメを探します。この時期はね、気仙沼いつも栽培してますね。ほとんどが市内でしか消費されないブランドいちごだそうで。喫茶マンボウっていう。喫茶マンボウ、はい、かわいい。そんな気仙沼いちごのパフェが食べられる喫茶マンボ、取材 OK をいただきお邪魔します。昭和26年創業の地元で愛される喫茶店です。はい、失礼します。いちごパフェになります。厳選された大粒のいちごが5つも入ったパフェ、完熟になるまで育てているので市外にはほとんど出回らないんです。うまんぼ、この見た色から分かる通りすっごく完熟なんですよ。酸味がしっかりあって、この甘いホイップクリームと相性抜群です。気仙沼いちご美味しい。続いては港へ移動してコレうまグルメを探します。ちょっと作業してる方がいらっしゃるんで、こんにちは。お、はい、すごいいっぱい牡蠣、どうぞ見てください。大きい。ここのあたり牡蠣はよく取れるんですか。そうです、ここの気仙沼湾で取れる牡蠣ですんで、今日は特別に、うわ、プリプリなんですよ。今が旬の牡蠣、殺菌処理したものを特別にいただきます。もうプリンプリンです。見てこのサイズ感。じゃあいただきます。これ以上新鮮なのないですから、うん、お財布がある。実は私、港でやりたいことがありまして。なんかこう自分で釣りとかできるようなところってあったりしますか。釣り、
前回秋田県で大物をゲットした私、気仙沼の海でも釣りがしたいと急遽知り合いの方に聞いていただくことに。急なんですけど、旅サラダっていう番組の方が来てまして寒さに問題なければ出てもいいそうです。本当ですか、はい、任せてください、北海道出身なので、はい、釣り船を営む漁師さんを紹介していただけることに。あ、おはようございます。急遽本当にありがとうございます。ちなみに何が釣れるんでしょうか。カレー類とかアイナメ釣れればいい方です、カレーもアイナメも。気仙沼のカレーは黒潮に揉まれて身が引き締まっているので美味しいそうです。港から10分ほどの場所へと移動。さあ、これうまな魚は釣れるのか。いきます、よいしょ。さあ、まず狙うのはカレー。そういう感じで、あ、いいですね。餌に食いつきやすいように小刻みにルアーを動かします。すると結構重りがしっかり、来ちゃった。嘘、私も来た、来た、私も来てる、来てる、めっちゃ来た。早っ。あ、すごい、カレー。わあ、来た、来た。あ、カレー、来ました。そうなん、もうすぐやった。え、綺麗。キズナレーって言うんですけど、焼くと非常に美味しいですね。なんと開始わずか2分で水ガレイをゲット。するとその後もめっちゃ来てる、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 めっちゃ来てる。あ、でっか、でっか。そうなんです。なかなかこのサイズは、本当このサイズすごいです。持ってるね。35センチのマコガレー、なんと開始5分で2匹もゲット。誘い方がうまい。うまい。誘い方のセンスあり。菊田さん曰く、私のこの誘い方にセンスがあるようで。このぐらい活性高いとアイナメいても良さそうだな。続いては漁場を変えてカレーより釣るのが難しいというアイナメを狙います。アイナメがね、乗りそうなリズムで。カレーがポップだとアイナメはバラードみたいな。優しい誘いなんてことを言いながら釣り糸を垂らすこと3分で。え、来てない？来てるわ。なんだなんだ。あ、アイナメだ。アイナメだ。やった。小さいけど、小さいけど釣れた。アイナメミニサイズ釣れました。正直自分でも何が良かったのか分かりませんが、どうやら釣りのセンスがあるようで、その後もなんとマコガレイをもう1匹釣り上げ、たった1時間で合計5匹をゲット。菊田さんに近くのお店を紹介してもらい、釣った魚を特別にさばいていただきます。お刺身です。カレーってこんな綺麗なお刺身になるんですか？黒潮に揉まれたマコガレーは鮮度も抜群で、お刺身でもいただけちゃうんです。あー、お刺身越しの青空が綺麗です。いただきます。うん、まー、何の癖もなくってプリプリで甘くて美味しいです。そしてアイナメは唐揚げにしていただきます。おアイナメも美味しい。身がしっとりしててキメが細やかで上品な味わいがします。今回見つけたコレうまグルメ5つの中からプレゼントに選んだのはマコガレーとアイナメです。